こんにちは、リリナナです。今日はハートの編み方を紹介したいと思います。で、今回はハートが2種類あります。ほんのり形が違うんですけど、こっちの方がちょっとシュッとした感じ、こっちの方がちょっとぼってりした感じの2種類の編み方を紹介したいと思います。同じ編み方で上限なしの細編みを1段入れることでこっちになります。で、1段減らすことでこっちのちょっとぼてっとした感じのハートになるので、お好みに合わせて編んでみてください。では材料の説明をしていきます。今回はダイソーさんのコットンヤーンという太い糸を使っていきます。で、かぎ針が7号針、あとは綿と、綿を入れるときに竹串があると便利だと思います。これはあってもなくてもどちらでも大丈夫です。で、あとはハサミと とじ針ですね。あとは段数マーカー、段数マーカーが3つぐらいあると編みやすいと思います。ハートは短い時間で、で少ない糸で簡単に編めると思うんですけど、一番ここの部分、ハートというのはここの上の部分と、あとは全体とここ2箇所でくっつけて編むんですけど、ここがくっつけるところ、ここがちょっと分かりづらいので、段数マーカーを使いながら編んでいくと簡単にできると思います。で、今回説明するとき私も段数マーカーを使いながら説明していきます。では編み方の図の方を書いたので、こちらでちょっと説明します。ハートの編み方ということで、まずは1番、ここの部分、ここ 1,2,3 段、ここの部分を2つ作ります。で、1つは糸を切って、もう1つは糸を切らないで作っておきます。で、あと2番というのは、ここの1番を2つつなげてどんどん編んでいきます。で、つなげ方なんですけど、これは編みながら説明していきます。ではまずは輪の作り目から細編みを6目入れていきます。はい、指に2回巻きつけて、指から糸を外して輪の中に針を入れます。ここから糸を持ってきて一度キュッと引き締めます。鎖1つで立ち上がって、ここから細編み6回、1,2,3,4,5,6,6回編んだら糸を引き締めます。引き締める時にこの出てる糸と同じところ、最後の糸端ですね、糸端と同じところから出てる糸を引っ張ると輪が引き締まります。で、針を戻して、ここから6個目、1,2,3,4,5,6 6目目の頭に針を入れて1段目ができました。次、2段目は全ての目に増し目をしていきます。全部で12目になります。鎖1つで立ち上がって、根元に細編みを2つ
1、2、これで増し目です。隣の目にも細編みを2つ、1つの目に対して細編みを2つずつ全ての目に入れていきます。はい、最後まで編めました。ここが引き抜いたところ、立ち上がり最初の目に針を入れて、引き抜きます。これで2段目編めました。次3段目、3段目は全ての目に細編みを1つずつ入れていきます。上と一緒で全部で12目にしていきます。鎖1つで立ち上がって、根元針を入れて細編み、次の目にも細編み1つ、全部細編みを1つずつ入れていきます。で最後までぐるっと編んでいきます。で最後まで1つの目に対して1目ずつ入れていきました。で引き抜いたところ、立ち上がり最初の目に針を入れて、で引き抜きます。でこれで1つできたので糸はカットしてしまいます。で糸を引き抜いて、で段数マーカーでここの引き抜いたところ、ここの部分に印をつけておきます。でこれは糸処理をしてもしなくてもどちらでも大丈夫です。気になる方は糸処理をしておいてください。でもう一つ同じものを作ります。はい、2つ目編めました。でこれは糸を切らないでこのままの状態にしておきます。でこれも引き抜いた部分に段数マーカーをつけておきます。で次はまずはここをくっつけます。でこっちが糸がついてる方、こっちが糸を切った方になります。でここの黒い部分が引き抜いたところ、段数マーカーをつけたところになります。で次の目、ここの細編み部分は最初の1目で、こっちの部分、こっちは最後の12目部分になります。そこに引き抜き編みをします。で次の目、次の細編み2つを1つに引き抜き編みをします。で鎖1つで立ち上がって、今度は次の目からぐるっと編んでいきます。まずは糸がついてる方で鎖1つで立ち上がって、こっちの糸を切った方のこう見て、段数マーカーの隣、ここの目にかぎ針をくるっとこう持ってきて、後ろからこう入れる感じですね。でまたここの同じ根元に入れる。で糸を持ってきて、このまま引き抜く。でここがちょっときっと大きくなってると思うんですけど、ぎゅーっと引っ張れば小さくなるので大丈夫です。で今度は次の細編み部分に針を入れて、こっちも針を入れて、ここで糸を持ってきて
引き抜きます。これで2目が引き抜き編みされました。で今度は鎖1つで立ち上がって、ここの部分とこっち側で引き抜いたので、この隣、ここからここに針を入れて、これで1目目、ここがスタートって感じですねになるので、こうぐるっと編んでいくとちょっと分かりづらかったりするので、ここに段数マーカーをつけておきます。1段目だよという目印になります。で次4段目なんですけど、ハートでどっちを編みたいかによって編み方が違うんですけど、もしこっちの形ちょっとシュッという形が良ければ、4段目の前というか、今の編んでる段で全ての目に細編みを1つずつ入れていきます。でこっちが良かったら、こっちのちょっとコロンとした感じ、ちょっとボテッとした感じのハートが良ければ、図に書いてある4段目で減らし目をしながら編んでいきます。お好みで編んでいってください。で私は今回どうしようかな、じゃあこっちを作っていきます。この4段目という前に、3段目と4段目の間に増減なしの細編みを入れていきます。ここで細編みを全ての目に入れていきます。もしポテッとした感じが良かったら、この細編み部分を省いて編んでいってください。でぐるっと編んだら、ここの印部分が出てきました。ここで引き抜き編みをします。ここのマーカーがついているところを引き抜き編みをします。本当は一目と数えないんですけど、ここを抜かして次で編んでっちゃうとちょっと穴が開いてしまうので、穴開き防止のために引き抜き編みをします。でもしこっちの細編みじゃなくていきなり減らし目の方から編んでってる方は、ここの部分真ん中減らし目をしながら編んで同じことをやります。ちょっと分かりにくいかな。ここでマーカーを取って、こうじゃなくてこう畳んである感じで編むっていう感じにしたいので、普通だったらこっちから入れるんですけど、糸を後ろに持ってってこう後ろから針を刺します。でそのままこっち側マーカーがついてるところの部分ここにも針を入れて、もうこのままギューッと引き抜いてしまいます。でギューッと絞って、この引き抜いたところ、ここにもう一回段数マーカーをつけておきます。で、ここから普通にここでこれが引き抜いた引
き抜いたところなので、このここここに針を入れて細編みをずっと編んでいきます。でいきなり4段目に入りたい方は、4段目というか減らし目をしながら編んでる方は、普通に途中で減らし目をしながら編んでいってください。で全ての目に細編みを入れたら、ここの細編み部分は全部で20目になります。全部で20目編んできたら、今度はここ印があるところ、印があるところに針を刺して、印がないとちょっとどこに編むんだろうってこっち側とか編んでしまいそうになるので、一応印を1段目はここだよという感じでマーカーをつけておきました。これで引き抜いて、で今度は私は4段目部分を編んでいきます。本当は5段目なんですけどね、4段目部分ということで編んでいきます。細編みを1,2,3,4 回で減らし目で細編みを4で、私の場合はここで引き抜いたので、さっきここで引き抜いたので、この引き抜き編みは関係ない形になります。でまた4回細編みをして、減らし目細編み4、全部で18目にしていきます。細編みを4回編みます。根元から1,2,3,4で次減らし目、ちょっと扇風機をつけてるのでさあさあうるさいかもしれないんですけど、すいません。で次は細編みを4回1,2,3,4で、ここで印をつけていたのは、ここは引き抜いたところなので編まないということですね。普通こうなってたらここにも一回編みたくなるんですけど、ここは飛ばすよっていう目印で印マーカーをつけておきました。ここは引き抜いたところなので編まないで、隣の目からまた細編みを4回していきます。1,2,3,4で減らし目で次細編みを4 1,2,3,4で引き抜いたところ、立ち上がり最初の目に針を入れて引き抜きます。で次5段目は細編み2で減らし目細編み1、減らし目細編み2でまた細編み2、減らし目細編み1、減らし目細編み2、全部で14目にしていきます。立ち上がり1つで細編みを2回1,2次減らし目次細編み1で次減らし目で次細編みを2回1,2でこれで半分
で次半分細編みを2回編みます。1、2で減らし目、で細編み1でまた減らし目、2つの目を1つにします。で次細編みを2回、でまた引き抜いたところ立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。でもし糸処理をしてない方がいたら中にこう入れちゃってください。私は面倒くさいので糸処理をしないで中で隠しちゃいます。で次6段目、6段目は細編み1減らし目、細編み1減らし目、細編みで細編み減らし目、細編み減らし目、細編みという感じで編んでいきます。全部で10目にします。立ち上がり1つ、根元から細編み、で次は減らし目、2つの目を1つにします。で次は細編みで減らし目、で次細編みで、また次は細編み、次減らし目、次細編みで減らし目、で細編みで引き抜いたところ、立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。おっと。で次7段目、7段目は全ての目に減らし目をしていきます。全部で5目にしていきます。でその前にまだちょっと穴が大きいうちにここで綿を入れていきます。こんな感じでぎゅうぎゅうじゃなくてもいいので、ほどほどに綿を入れておくと後々いいと思います。はい、綿が入ったので減らし目をしていきます。鎖一つで立ち上がって根元から減らし目、減らし目、5目にするのでちょっとやりにくいかもしれないんですけど、最後なので頑張ってください。で特に濃い糸で編んでる方は綿を一緒に編まないようにした方が仕上がりが綺麗になると思います。で立ち上がり引き抜いたところ、立ち上がり最初の目、で最初の目に針を入れて、よいしょ、で引き抜いて、でこれでできました。でカットをして、でまだちょっと綿が入るので、この穴が小さいので竹串を使って綿を入れていきたいと思います。で綿が入ったので糸処理をしていきます。とじ針に針を入れて、私は下から上に一目ずつこうぐるっと一周させて、で絞っています。好きなやり方で糸処理をしてみてください。でどこか穴にこう出して、おっと、
玉留めをして、同じ穴にもう一度入れます。でここでカットをして、でハートの出来上がりです。でちょっとおさらいなんですけど、ここで一回立ち上がり1をして引き抜きを2回編みます。くっつけるとき立ち上がり1をして引き抜き編みを2回で、立ち上がりを1して立ち上がり1回して細編みスタートという感じでぐるっと編んできます。で今度は前段の前の段の引き抜いたところに引き抜きを入れる、引き抜き編みを入れます。ここのマーカー印をつけてあったところに、ここに引き抜きをします。で5段目を編んだ時に、ここ編まないように注意、ここに一応印をつけといて、ここは編まないよという印をつけといた方が確実だと思います。でハートは簡単に編めるんですけど、くっつけるのがここだけがちょっとめんどくさいですよね、ややこしいですよね。でもそれだけ覚えれば、分からなかったらちゃんとマーカーとかをつければ編みやすいと思うので、そうすればあとは簡単にできるので、よかったら編んでみてください。でこっちがここの3、4段目の間に上限なしのこっちかの細編みを入れたやつがさっき編んだやつで、普通に1、2、3でこっちからずっと4、5、6、7と普通にこう編んでいったのがこっち、さほど変わらないけど、こっちの方がちょっとシュッと大人っぽいハートのような気がします。ちょっと微妙に形が違うだけで雰囲気も違かったりするので、好みも分かれると思うんですけど、好きな方を作ってもらえたらなと思います。でベーシックコットンだとこんな感じ、なんかこっちの方がお子さんのヘアゴムとかは可愛いかなと、ちょっとボテッとしてる、コロンとしてる感じが子供っぽい、子供のヘアゴムとかにいいんじゃないかなって思います。こっちの方がママ仕様みたいな、大人仕様って感じで、今日は2種類のハートの編み方を紹介しました。お好みで作ってみてはいかがでしょうか。では今回はこの辺で、リリナナでした。ありがとうございました。